簡単じゃないですよ本当に。さあ龍対豪輝の、試合が現在、情報が来次第をすぐ報告しますのでちょっとお待ちください。カラー的にはこれザビットナミジンさんって感じですかね。そうです、ちょうどですね先ほどの白黒対12-5やってたので、はい、先鋒戦が終わったところで今これ2人とも時報同士ということです。時報同士、はい、時報波陣対時報のザビ、ザビと。で、両チームの先鋒がもう2人とも負けてまして、はい、マグとデコイが今負けてるということですね。なるほど。なんで、2チームとも2人目時報対決ということです。ナミジン対ザビ。ナミジンさんの竜かっこいいですよね。そうですね、かなりあのアグレッシブな、対するディフェンシブなザビ豪輝、代名詞のようなザンク。さあメッパまで打って使っていく。うわーマジか、おーおーおー激しい。ばらまいてハドケン、ハドケン、ちょっと遅めのハドケンを混ぜてシャビナツ、ハドケン、ザンク、ストリートファイターをストリートファイターがすごいですねやっぱサードストライクもやっぱストリートファイターですからね、れっきとした。さあ後ろに投げて小足、弱小竜、ザンク中足滅殺ゴーハド、こういったとこに置いてある。さあ大竜巻、すごいパワーがすごいですね、パワーがすごいですね、うん、重いですね一発一発が。さあザビゴークはザビゴーキーゲージを貯めて、ソリュさあ拾って、ハドケン、すごいハドケン、ハドケンがブロッキングが中足シンクハド、これは投げて、ああマジか、すごい先端当たりましたね、マジか。これで波陣勝利、レジェンドの力があんなところにまで、あんなところにまでえって思ったでしょうね、ザビも。そうですね、多分もう脱帽ですよ今、はい削りって言いながら出してたと思いますよさあこれで時報中堅戦なのかな、そうですね。これなんかマッチさんにすげえ怒られそうだな、多分マッチ今頃ザビに口とんがらがして、はい、何やってんだよって言ってると思いますちょっとねあの想像つきますけどね、はい。さあなんかまんまさんかな、あ色的にそうですね、まんまさんですね、まんま、はい、まんまで合ってますか。さあ波陣対まんま、渋いカードです。差し返して、波陣とねまんまもうあんまりやったことないんじゃないかな。あ本当ですか。あんまり、うん、でも2人とも結構テクイプレイヤーだから、そうですね、いい試合になるんじゃないかな。まんま豪輝の、さあこれはさすがにまんま豪輝の差し合いがかなり光りますね、うん、あとコマンドの入力精度が高いですよね、はい、まあ、やはりいつも国とかでやってますからね。あー確かに、はい、即死ですからね彼とやると。拾って、おお100キでめぐった、ダメだろ今の裏、早いリープ、壊し、これは残らない、しっかりと決めていくまんま豪輝。これで両チーム中堅ですね、中堅ですね、中堅対決。さあ豪輝がですね、デコイが負けて、はい、ザビが負けてまんまですからね。対する竜が残ってんのが
マグさん負けたんですよね。波人さんが今負けたので、アルカさん、ルーさん、クニと。そうですね、多分俺の予想ルーあたりいくんじゃないかな。エンジン以外だとどっちかですね。当たりました。はい、ルーさん止めに来た。ルーはね、ユンからね、はい、リュウにキャラ返して、それでさ、はい、今ユリアにキャラ返したんですけど、すね、はい、また戻って今ね、ちょっとリュウやってますね。もう全一リュウと言っても過言ではないぐらいの実力を、パイオニアですよね。さあ、見ていきましょう。ほい、 EX 速度、勝利拳ブロって中足メパ大パン移動投げ、あと、うわー、下ブロ入ってる。まあまあブロッキングもうまいですね。うまいですね。さあ強気にダッシュして、これ松田さん的にはどうですか、このカードは。俺はいい勝負だと思うんだけどね。本当ですか。うん、特に絶対こう僕はどっちかっていうと豪気使うんですけど、ね、すね、まあ、志村サイクロンっつって志村サイクロン知る人と知るくるくる回ってるだけなんですけど、あれでも俺初めて聞いた時痺れましたね。あれでも志村サイクロンを前にビギナーズ全員死んできましたからね、はい、そうですね。タバコあたり結構志村サイクロン対応できないで、対応できないです、はい、あれ今でも対応できないですさあそんな話をしてる間に取り返す。いやルー対まんま11。小足ど投げ、タッチ中盤滅殺、つながる。あんな初めて見たんですけど、はい、すごいですね。なんか距離的につながないかなと思ったんですけど、ギリギリかな。ブロッテお返し、中足真空波動、めちゃめちゃ減りました。灼熱、さあ足合っていく。勝ったなルー。しかもルーさんもしっかり豪気やっぱ中足に昇竜とか仕込むのが多いんで、待ってから何も出ないの確認で中足真空波動拳、さすがですね。で副賞はまああるかだと思いますけど、はい、さあ豪気は誰が出る。まあマッチさん大将かな。残ってるのが嵐さんか。嵐さんと松さんが残ってるんで、嵐が先に行きますね、はい、嵐対ルー。で嵐だってクーペ優勝してますよ。いやそうですよね、はい、しかも活躍して勝ってますからね。そうバーチャファイターでもね、はい、トップ中のトップですから。トップ中トップですね。ゲームセンター嵐、自分動画見てましたもん嵐さんの。奪ってる、ガード硬い。嵐もねすごいストイックな練習、すごいちゃんとやるプレイヤーなんで、はい、キャラ体もしっかりしてると思いますよ。しゃべず投げて竜巻、おおおお、ルーさんがすごい、いい投げ、ガード硬いな。ガード硬い、落ち着いてますね嵐さん。最後は飛びが光る。さあ原子状況は嵐動きがうまい、リープにしっかり中足さばき。さあ逃げに対してのEX速度、昇竜拳重いぞ、いただけ、うまい、うわしっかりと最大攪拌。さあ大将先に引きずり出したのはリュウハイブ。いやルーさん強いな。さあ大将マッチ、もう豪気5の大将の席って言ったらもうマッチ豪気ですから ね、もう長年変わってないですね、長年変わってないですからね。
まあ、今スト5やってるとしても、まあ、間違いなく強さは健在でしょう。そうですね。さあもちろん SA は滅殺5波動、あと龍側がこれアルカさん、クニがいます。クニとアルカがいますから3対1なんですよ。3対1ですね。だいぶきつくなりました。追い詰められたな、ゴーキ5。さあ、マジンカラーが。リプ？うわ、痛い。素で痛いな。めちゃめちゃ減りましたよね。まあ、あのサード勢じゃないね、動画見てくださってる方ももう多少気づいてるんですけど、ゴーキとかユンヤン、イブキあたりって体力が少ないですよね、はいはい、めちゃくちゃ柔らかいんで神走行ですからね。そうですね。さあただこっからが、こっからまくれるのが、さあ木に当たる、先端が届いちゃいましたね。で思ったよりルーが仕上がってますね。いや、かなりいい動きですね。はい、結構あのさっきの弱奪にダイパンソフトとか結構反応早くないと、うん、難しいよね。難しいですね。昇竜で暴れられたりしちゃうんで。俺なんかいつもサイクロンでごまかしちゃうんで。志村サイクロンで、はい、おお近距離台形、あれがね取りづらいんですよ。しゃがむと一発なんですね。そうですね。立つと二発。さあ打って変わって立ち回りで圧倒する。待ち動き円柱形しゃがす亀端リスクを抑えたバックジャンプで様子を見て、はい、途中からブローを狙ったか、おお、すごい、かなりお互いガードが硬い、硬すぎだよ、ガードが硬い、崩せない、波動拳パン対空まで出してきました。じわじわ、あ、じわじわ削って、ルーさんが15秒グラップ、シャグレス体力追いついて、ここはしっかりと使って殺していく。まあ使わざるを得ないです ね、時間的にも。さあファイナルラウンド、ちょっとガード硬いっすよ、お互い大きいの当たってないですもんね。さあ守護神と言われたマッチ号機投げて、投げ、ここはメッパー残空重ねて、タイパン EX 昇竜、気合入ってますよ。すごい、さあ気持ちじゃ負けてないする、読み合いが深い、シャムレス、ヒップ投げ全部抜けるな。全部抜けますね。あー、これは確定。左のワイプにマジンが、そうですね。さあマッチ合計踏ん張りました。まだ副賞大賞2枚残しております。やっぱザビさん、松田さん、ザビさんあれですね、さっきの負け方がひどかったんで、今怒られてましたね。脱帽してます、はい、しっかりと脱帽で反省してましたね。さああるか、アルカさんで、はい、アルカさんも最近やってたんですかね。最近や急にやってたんじゃないですか。急にやったんですかね。アルカもかなり長い間いぶき使いで、はいはい、その後リュウにシフトしたんですよね。はい、はい、松さんがかなり
手堅いな中にもなんか攻めが一番竜巻おしゃれコンボおしゃれコンボありました。あるか鎖骨割りを立ってる状態で当てて EX 竜巻大 K。 これは削りけないですね。なんか思ったよりみんなブロ狙わないですね、はい、ガードでちゃんとやってそうです、ね、しっかり試合進めてますよね、はい。まあ、ただあの竜の場合ちょっと志村サイクロンの途中でしゃがまれちゃうんで、はい、ちょっと危ないんでやっぱいや僕いつも上手い人でやるとお仕置きされてますちゃんとお仕置きされてサイクロンとか言ってクソ弱いじゃないかって気づくんですけどタマコハナオにだけ機能するんですよ人読みで残念ながら、はい、さあマッチ投げて手堅いゲージ状況もいい。おめえら流線はこうやんだよっつってはい国を引きずり出して出せるのかうますぎる。さあこれで大将戦です。リュウ5対ゴーキ5。いや、やっぱ舞台整えてきますね。みんな空気読むね。はい空気読んでくれますね。大将戦となります。まあご存知国対マッチ。さあ国といえばねもう最近電人マスターとしてね、はい、もう不動の地位を、うん、築いてます。あ握手をしてなんか e スポーツ的な握手なんかしてた、はい、あ本当だワイプ映ってますね、はいはい、e スポーツ的な、まあ、スポーツですからね。はい、はい。まあ俺はいとか言ってっけど全然分かってないけどねまあはい。まあでも握手してますけどあの人あの勝った後 PA とかしますけどねさあ大将戦舞台整いました。2番筐体ファイナル大将戦持ってまずは仕掛けていくのは両者仕掛けていく。あーっと変な当たりだ。投げて小足移動投げ移動投げ。リープ。あまい。さあ使っていく。ピオル。すごくないですか？あそこで。おっと暴れて。これは？削りけんない。手がて。やったいやでもかなり強気でしたね。すごいですね。両者譲らない、はい、気持ち入ってますよ。こんな投げてゲージを作ってザクハトケン移動投げしっかりうわ打ってく。いやもう気持ち入ってますね。ほんと打ってく。いや一気に厳しくなった。これは大番一番やったらわーっと盛り上げてくれます。大将戦ファイナルラウンド国も負けてない。イブさあザンクとハトケンザンクうわどっちか落ちんのもったいね。もったいないっすね。フラップしっかりイープさあ投げすかりにうおおハドケン。さあお互い決定打にならない。いやでももうボムはありますから。ありますね。さあどうなる。ハリタバン灼熱。逃げてや。さあクニはもう電磁に固執しない。立ち回り勝負中継こすってた勝ったのはリーファイブ。やっぱ電人とミスせっかけって、ねうん、立ち回りでも途中からのシフトチェンジしましたね。そうですね、はい、灼熱とかにもゲージ回り